はい、ではこれを踏まえまして、多倍長数同士の乗算のアルゴリズムと、それから計算量を考えていきます。先ほどはA が多倍長数で B が単精度数だったんですけれども、今度はこの B も多倍長数にして、その2個の多倍長数の乗算を考えるということになります。しかしながら、この筆算の図をよく見てみますと、実はこの多倍長数同士の乗算っていうのは、多倍長数かける単精度数の乗算の繰り返しであるということがわかるかと思います。これは多項式の乗算を考えた時にも、多項式同士の乗算っていうのは、実は片っぽは多項式で、もう片っぽは単項式、多項式と単項式の乗算の繰り返しであったということが、多分思い出すとわかるかと思うんですけれども、多倍長数同士の乗算も同じように、これは多倍長数と単精度数の乗算の繰り返しであるということに注意してください。で、まず、多倍長数の乗算なんですけど、この A とですね、この多倍長数 A と、それから B のうちの下位桁の B0 のワードとの乗算をまずバーッと行います。で、今度は次のステップでは、この多倍長数 A と、それから B の上位ワードの B1 との乗算がバーッと行われると。で、最後に、この途中結果を加えていくんですが、ここは多倍長数同士の加算が行われるということになります。ですので、多倍長数整数同士の乗算で行われるその数の計算の種類としては、多倍長数と単精度の乗数の乗算が何回か行われて、最後に多倍長数同士の加算が何回か行われると、まずそういうところを押さえておきましょう。で、これを踏まえて、その多倍長整数同士の乗算のアルゴリズムを書き下したのは、こちらのアルゴリズムになります。入力は A として、この K ワードの多倍長数、それから B として M ワードの多倍長数とします。で、出力としましては、これは K プラス M ワードですね。K プラス M ワードの長さの、多倍長数を返すというアルゴリズムとなります。で、ここでですね、1ステップ、2ステップ、3ステップってありますけれども、ここでは実は先ほど定義しました、その多倍長数と単精度数の乗算のアルゴリズムを呼び出します。まず、最初にですね、C の0から C の K、これ計算の途中結果ですけれども、多倍長数 A と、それから B の一番下の桁ですね、下のワードの B0 の演算を行うと。で、その後 i が1から m-1 の間で、その前のステップの途中結果にですね、A と BI、これは多倍長数 A と、それから B のですね、 B の i 番目のワードの多倍長単精度乗算を行って、それを結果を加えるということを繰り返します。で、最後に出来上がってきた数をですね、ワードを C0 から C の K プラス -1 を並べて返すと。で、終了ということになります。まずここまでよろしいでしょうか。はい。では、これを踏まえて、その計算量の見積もりをしますけれども、一応計算量の見積もりはですね、先ほど出しました多倍長数と単精度数の乗算の計算量などもこう登場しながら見ていきたいと思います。まず最初に第一ステップですね。第一ステップでは、この A と B0 の多倍長単精度乗算を行っておりましたので、この場合はこの計算量っていうのは、この A の長さに比例するということなので、この乗算、1ステップ目の乗算は、θ の A の長さというふうに見積もることができます。で、次に第2ステップですけれども、まず、これフォア文でループがありましたので、繰り返しの回数を調べまして、これはループは M-1 回あります。で、その中で、まず、多倍長と単精度の乗算ですね。この A と BI の乗算にかかる計算、の計算量が、θ の A の長さと。これは先ほどやりました、計算量ですね。これで見積もることができます。で、さらに、
この途中の計算結果に、この多倍長単精度乗算の結果を加えるところ、これが多倍長の乗算の計算量だったわけですけれども、ここは A の長さのシータという形でこう見積もることができます。で、このですね、乗算と加算の繰り返しを m-1 回繰り返しますので、そうすると、m-1×length の a ということになってですね、で、シータで見積もりますと、これ、m×a の長さということで見積もることができるんですが、この m っていうのは何だったかっていうと、これ実は b の長さだったんですね。ですので、最終的にはこの多倍長数同士の乗算の計算量というのは、この入力となっている a の長さと b の長さの積に比例するという形で見積もることができるということになります。ここまでいいでしょうか。実はこれを見ていて気づいた人もいるかと思いますけれども、先ほど提示しました一変数多項式の乗算の、演算回数とよく似た見積もりになっていることに気づくかと思います。一変数多項式の場合は、K 次と M 次の多項式がの、掛け算の演算回数が、K×M のオーダーだということを言ってたわけですね。次数の積、入力の次数、入力多項式の次数の積だっていう見積もり方をされてたんですけれども、多倍長差数同士の乗算も似たような形で、そのそれぞれの入力の長さの積のオーダーの計算量になるということに注意しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。